なかなか帰ろうとしてももう、そうなんですよね。仕事に対してはものすごく熱い思い持ってまして、うん、他今までその病院の生活の中で、まあ、ちょっとその研究のお話もされましたけど、ちょっと邪魔をなすから感じてるような形だったので、ものすごく役に立ちたいという気持ちをすごく強く持ってます。うんうん、逆に真面目すぎて、そこが辛かったりね。そうですね。横瀬さんはこの世界に、はい、その、まあ、医療の世界も広いと思うんですけども、はい、入ろうと思われたのは何でだったんですか？その医療は医療で役割があると思うんですけれど、あまりにもちょっと社会から社会とのつながりが、精神科は特に医療の中で一緒に働いていて、一緒に生活をしていて、どうやって暮らしていくんだろうと思って、社会に一緒に出たいと思って、